様子と気持ちの言葉形容動詞です前回の B の動画で形容詞をご紹介しましたこれも様子と気持ちの言葉だったんですがこの形容詞の場合はすべて終わりがしとなっています形容動詞はそうではありません えー、どんな言葉で終わっているのかそれにも着目してみてくださいでは様子と気持ちの言葉形容動詞一つ目はさらなりです意味は言うまでもないとなります例文月の頃はさらなりです 月の出ている頃は言うまでもないという意味になります。この月の頃はさらなり聞いたことがあるという人も多いと思います。夏は夜が素敵という文章の中の一部分です。ですから、月の出ていること頃は言うまでもなく素敵だという意味にもなりますね。では！ 復習です。さらなり、言うまでもない。例文、月の頃はさらなり。以上です。